え、めっちゃいあ、全員集まった、集まったくないですか。広ま<俺>よろしくお願いします。お願いします。準備お願いします。よろしくお願いします。先端恐怖症さんが。え、ルールないの。役職をお選びください。もしかして地獄これ。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。これ地獄もしかして。あなたの役職は。 村人です <laughs> あ地獄が入っちゃったこれ夜が更けました人狼に気をつけてください,いルールとかないの2もしかしてそれかもう地獄あ、ちょっとあれだねどうしようかジャックする。 やば。夜時間に魅力あげれるのって夜が明けました。<laughs> やば。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。と、自分は村人陣営でした。<え>よろしくお願いします。1番のプレイヤーが発言します。おいおい はい、お願いします。ハムハム研究者です。まあ、とりあえず、自分は、村人と、いうことでもう本当にね、せーな村人ですね。まあ、まだ、一瞬で、なんとも言えません。まあ、一週目長とこと話していけたらなと思います。2>, 2番、のプレイヤーが発言します。2番、リンゴ星人です。お願いします。村人としです。3番、<ー>のプレイヤーが発言します。はい、どうも。 3番を止めさせていただきます,です。えっとですね、とりあえずそんなに情報がないので、皆さん楽しくやっていきましょう。で今のところ思,う思ってることは一つ、5番さんなんか強そうです。4番のプレイヤーが発言します。クロちゃんですお,おわなんかさっきの話でクロちゃんだからって言って、人狼って言われてたんだけど。 全然そんなことなかったです。めためた。課金ができないから役職が選べないんです。三年二。あえ、はい、めためた。あタラちゃんになってたんです。とりあえず周りの人のやつ聞きます。五番のプレイヤーが発言します。えー、みんな何しに来たの？えオカに探しに来たんでしょ？えー、もうね情報少ないカラーじゃなくて、この情報少ないのがまずね問題。本当に、うん。 だって情報少ないから何も言うことない。もうまずその時点で俺から見ればムラりないんだよね。うん。8、9、1、2、3、4もう全員同じフラット。もう全員グレーだよね。もうどこが黒いともおかしくないよね。うん。潜伏できるんだもん。情報はもっと言った方がいいね。うん。もう2周目、まあ聞いて決めるけど、まあ、どうせ伸びないんだろうなって思う、正直。うん。でも伸びない人から切っていくしかないよね。 うん、だって考察伸びない人いたところで何も利用価値ないからね村としてはね、うん、だってオオカミ見つけたいんでしょ、うん、その意欲があるかどうかで俺見ていくその意欲がない人から切っていくの当然だと思う、うん、はい以上6番のプレイヤーが発言しますはいえっとですねあ喋る聞こえてますごめんなさい聞こえてますか聞こえてたら聞こえるってちょっとすいませんチャットで教えてもらえますか大丈夫ああすいません えっとですね。ま,あ、まず、あのー、まあ、情報ね、ないっていう状態が多いと思うんですけど、ま、なんでもいいので、あのできれば60秒喋ってほしいですね。えっと、例えば、まあ、このゲームって声を発するゲームなんで、まあ、声の色が、あの、声色はね、おかしいとか、あとはなんか、喋り方にちょっと緊張感があったとかね。そういう、あの、精査もできるゲームなので、まあ、60秒間喋ることなくても、なんか、私はこういうふうにやっていきたいとかね。 こういう風な人、えー、形が予想されるんじゃないかみたいな。っていうのをね、あの、どんどん喋ってもらってって感じですね。あと4番さんね、あの、課金できないから役職変えないっていうのは、まあ、いわゆるメタっていう発言。あの、ゲームがスタートってなってからの、えー、要素で取っていかなきゃいけないので、その辺の、えー、話はしない方,方がいいですね。5番さん8含めたのが分かんない。7番のプレイヤーが発言します。 そうですね今まであの特にあの塩等もなかったんで、えー、89のどっちかで占い師さん出てくるんだろうなと思ってますで89で連番で出てくるっていうのもちょっとあれなんで分かんないんでもしかしたら平和村の可能性があるなって思ってます、まあ、平和村だった場合はえー、っと霊能者さんコイント潜伏でいいのかなっていうふうに思ってますであの2人出てきた場合は霊能者さん出ていただいて騎士が えーまあ、普通に守ってっていうふうな形で進行していけばいいのかなって思います。そうですね、グレーの中で、まあ、色は1から4、1からスタートして、1から4は、えー、色が全く見えない。5番さんは、えー、色は見えないんだけど、まあ、頑張ろうっていう意思は見えたかなっていう感じ。ただ、あの8から、?8 からみたいな感じで、8番からスタートしなかったと思うんで、そこだけ把握漏れしてたのかなっていうふうに思った。 だから、うん、そこだけちょっと気になった。で、6番さん、5番さんとも同じこと言ってるような感じだったり、特に色はなし。うん、8番のプレイヤーが発言します。えっと、皆さん、こんにちは。<laughs> 8番勤めるちくわぶです。えっと、占い師で9番さん、白でした。9番のプレイヤーが発言します。 霊能者いるよね、これ。どこで見ればいいんだ。一番。のプレイヤーが発言します。今日ですね、九番さんが。接続。切れということで。まあ。八番さん、ランダム。占いでも、九番さん白だったんで、まあ、あんまり関係ないか。あ、まあ。人なら関係あるか、まあ、いいや。まあ、五番さんと六番さんの言う通り、まあ、六十秒間きっちり。 話さないといけないっていうかね。まあ、村人の信用を勝ち取らないといけないですね。まあ、まだ占い太鼓が出てないということでまあ、いいですね。はい。まあなんだろうな。まあ、特に疑わしい人は今出てないですね。はい、終わります。2>, 2番のプレイヤーが発言します。はい、えっと。 まあ、まあ占い師が出てきたってことで、まあ、これから対抗がね2締目で出てくるのかなと思います。まあ人狼側が。まあ最初に名乗り出たのがもう大体僕の経験談からしたらちょっと本物の占い師っぽいんですけどね。でなんかそう考えるとも9番さんも本当に白で、まあ、5番さんもね多分白なんじゃないかなってちょっとさっきの話とか聞いててまあ思いました。でまあ まあこれから2週目話聞いてちょっと一番怪しい人にちょっとみんなで票を集めたいなって周りに合わせたいです自分はお願いします。3番のプレイヤーが発言しますはい西園寺ですえっとですね8番さんが9番さんに白だ出し把握しましたえっとですね役職言うのを忘れたんで言いますね、えっと霊媒師でしたはい。 なので、うん、岸さんはあの私を守らなくてもいいんで、とりあえず占い師って今言われてる8番さんの守っていただければ嬉しいです。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。えっ1周目終わってから絶対言お,う言おうと思ってたんだけど、占い師でした。うん、で、さっき無課金だからできないとかって言ってたけど、全然うで。 じゃあ、お前もこの発言また嘘なんじゃねえかと思ってる人は多分出てくると思うんだけど、そうではなくて、しっかり占い師だったんだよね。で、5番がまあ見るからにこう、なんか別人のような感じの格でいるので、強いのかなと思ってて、まあ、発言もそれなりにしてたし、で、怪しいなと思ってたのが6番なんだけど、まあ、6番が完璧になんかコピペみたいな発言だったのね。で えと思ったんだけど、で結局、占いが誰だったのかって話になるんだけど、占いは3番だったんだね。で、3番は村人人になってて、あの役職とかってのは出なかったんで、ね、ただ白だってことは多かってで3番は今のところ私の中では信頼高い。で、5番がちょっとその発言しておいて実際裏切るのかなみたいな。5番のプレイヤーが発言します。 えー、まあ、村側としてはね、ぶっちゃけ平和村で進んでほしいっていうのは本心だと思うんだよね。うん。まあ、だから後から出てきた4番さんがちょっと黒目上がるのもしょうがないけど、正直フラット。まあ、俺が一番黒いなと思ったの一1、2ね 1, 2まいい。まだ占い対抗、まだ占い対抗、二人どっちもやってたよね、うん。まだって何、うん、出るのを予測したのかなうん。もう1、2どっちが連れていいんじゃない別にここ8、4の心理を。 とののどうなのかなか別に俺はムラにない人から切っていけばいいと思う別にだって分かんないんだもん84どっちが黒なんて9だって興味上がってるわけでしょまあ別に最後まで届いて9切ればいいんじゃないって話うん、まあ、3番さんは霊能者なんでうんとりあえず12のどっちか色見てほしいなと思うだから俺はとりあえず2番に今日入れる2番に入れる6番のプレイヤーが発言します えっと5番さんは4の48どっちが黒かわからないって言ったんですけど占いに狼が出ることを知っていたんですか占いに狼が出ることを知っていたっていうことは5番さん自身が狂人だから、えー、どっちかが偽になるでそのど,どっちかの偽は狼ってことを知ってるんですかって思いましたね今日っていうのは、えー、まあ9番さんが帰ってくると信じて、えー、2番さんかなってとことですね えっと、一番怪しいところに入れると。で、しかも周りに合わせるって言って、自分の意見はないんですかって感じでしたね。自分が釣られないように周りに合わせるって言ったように聞こえました。かな一番さんに関しては2周目も要素が取れてないですね。60秒離さないといけないねって言って、なんか言ってましたが、要素、取れる要素はなかったかなって思いますね。四番さんに関しては、えっと、ちょっと、まぁ、あ、試合終わってから言いますか、ちょっとメタっていう、ちょっとルール違反のことを結構おっしゃってるので、あの、後で。 終わってからご説明ししまますす。す。ね。以上です7番のプレイヤーが発言します聞こえてますか、聞こえてるのかな、僕に対して全く触れられてないから、逆になんか不思議な感じなんですけど、あ、聞こえてます、ああ、よかったです、えっと、これ、まあ結果的に、えっと、2人占い師出たんで、3番さん出てよかったなって思います。潜伏したまま、あの状況で出てきた時は、おい,おい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 って感じで、僕は感じてたんで。 これで出たら普通に占い師噛まれちゃうじゃんって思ったんでまあそこういう意味では良かったかなっていうふうに思ってますでそうだな、うん、6番さんが5番さん叩いてたんですけど大丈夫ですかとよくわからない、うんな,んかうん、なんか結構黒を塗りに行ったようにも見えたなんでわからないかって言ったら <laughs> な,んか強なんか見えてるんだとしたら狼側しか見えないんですよね強人側には見えないから なんでだよ5が強靭っていう線はないから、その場合は。だから、うん、よく分かんなかった、6番の言ってることが、僕にはですけどね、うーん、そうだな、今日票を集めないと、ちょっと苦しそうなんで、うん、まあ、5番に乗っかるわけじゃないですけど、2番に行こうかなとは思ってます。2番さん、役職があるんであれば、もう自分で出ていただいて、自分で、まあ、その場合は僕が生き人になっても構いません。はい あの村釣り咲き困るんであれば以上です。八番、のプレイヤーが発言します。えちょっと四番さん、僕がゲキを分離するのなですけど、いやそう嘘はよくないですよ <laughs> もう。そういうゲームなんですけどね。いやもう僕は本物の占い師です。信じてください。お願いします。全プレイヤーが終了しました。<い>これから投票に移ります。私はただ,だこれ、どうやって確定するの 私はただの石私はただの石私はただの石これこれでいいんだっけいいのかえこれ処刑なしなの4番のプレイヤーが発現します。ああ えーっと、8番と3番が入れてきたんですけど3番が入れる意味がマジで分かんなくて占いで見て村人だって言ってるのにここでなんで殺しにかかってきてるとかがマジで分かんない8番は同じように占い師って出てきてるから占い師票法ってのは分かるけど3番が潰しに来てる意味がマジで分かんなくて2番のプレイヤーが発言します はい、えっと、まあ自分、あの、さっきあれあの、何て言ったっけ、俺あれかあ、まだ占い師が出てきてないみたいなこと多分言ったと思うんですけど、自分の多分経験談からの話だと対抗があったら毎回出てきてたんですよね。だから、まあ口が滑ったっていう感じかな。うん、まあその発言にあんまり、あれは意味はないですね。はい。 まあ <laughs>、まあ、何,何言っても多分表は入れる人は変わらないと思うんでまあここら辺にしときます全プレイヤーの発言が終了しましたこれからいや分かりづれいな、UI、が見えます右上スマホとかでも見える違う違う違う左上か。 投票が終了しましまた。追放されるプレイヤーは2番2番の遺言を発表してくださいはいえっと<あ>自分は、えっと、ちゃんと村人なのでえっとまあ今のちょっと争いはあんまり意味がなかったかなと、まあ、自分からしては思いますねなんか俺毎回一回に追放されてるんで他の試合でもちょっと 悲しいっすねみんなともっと喋りたかったなまあまあなんだろう何も言うことないなおつかれーす夜が更けましたうん人狼に気をつけてください 夜が明けました昨夜は誰も死にませんでした、えー、発言ターンに入ります1番のプレイヤーが発言します 決算ない姿ですね。まあ僕は裏ない結果ます。発言順で喋るの。なのかなと思います。今強人か人狼どっちかですね。まあ理由としてはまあ5番さんの裏なうの忘れてました。まあ言い分だとまあ交差が短い人はまあ村陣営としても使えないからみたいなの言ってたんですけど、まあ8番と4番が対抗でまあどっちかが絶対黒なんでまあちょっと 4番か8番にどっちか入れたかっどっちか釣りたかったんですけども5番さんの言い分もはい分かりますよそれは、まあ考察短いと、まあ、まあ情報量少ないしも使えないと思うんですけどね、まあ、4番と8番どっちか釣りたかったですけどもみんなちょっと、はいまあ、5番さんの意見が絶対 読力が最もなんで、まあ、しょうがないところはありますが前4番か8番どっちか釣りたいですというのは3番言します昨は君でかはいどうも占い師ですえ,えっとですね占い師えっとですね今ととこまだ怪しいと思ってる ぐっちゃも出たからな増えたのかいちうん C っていうならやっぱり4番さんかなって思ってますはいそうですねまだやっぱりもうちょっと騎士はちょっとまだ潜伏しといてほしいですはい以上です4番のプレイヤーが発言します えっと岸さん、本当にありがとうございました。えっともう私が潰されは8番しかいないので、もう8番自分の確定だと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。まあさん、ん占いじゃないの、ね、例のだよね。うん、僕、守りました、岸です。多分次俺、噛まれるからね、どっちにしても。うん、まあいいんだけど、まあ、ここで8四の心理を追ってもいいけど、さっきの6番の発言は謎すぎて別に触れる。 必要すらないぐらい謎だったよね。何よくわからない。それも知らなかった。<laughs> なんで5番が最初にどういうことあれよくわかんない。6釣りでいいんじゃないワンチャン。6よくわかんないよね。まあ2は絶対黒だったと思う。まあ2、1で詰めればいいんじゃない正直。わかんない、ね。けどまあ6よくわかんないから6釣っていいと思う。6釣った後に1釣ればいいんじゃないうん。まあ8、4どっちかなんてわかんないよね。村目線。本当に。うん。 だからここで意見が割れるんだったら、うん、村にない人から潰していくのがいいと思う。俺、騎士だからね、言っとくけど、次、噛まれるよ。言ってること、完全村だからね、俺。とんでもねえな。うん、6番のプレイヤーが発言します。はい、私が昨日言ったのは、 私は4番さんと8番さんどっちが偽物かわかりませんで。しかもその偽物が狂人なのか狼なのかわかりませんでした。でも5番さんは、えー、っと4番さん8番さんのどっちかが狼って話をしてたんですね。だからわかんないなと思ったけど、士だったんですね。で、5番さんは4番さんと8番さんどっちかわからない。そして2番さんで狼が連れてますよね。 2番さんでオオカミが釣れてるってことは、4番さんと8番さん両方とも潰すことができるわけですね。だから今日は4番さんと8番さんのどっちか、あどっち側に投票ですね。で、もし、えー、っと、それで終わらなかったら、残った方のもう一人を釣れば、えー、確実に二陣が落ちるということになりますよね。そこでゲームセットになる可能性もありますし、占いに強人が出ていた場合は、そこで終わらず、もう一人を探すということになります。もう一人を探すという時になった時は、残った占い師の結果を聞いてみればいいですよね。 今日は4番さんか8番さん、疑わしい方に入れましょうね。7番のプレイヤーが発言します。えーっと、うん、占うの忘れることあるのかなうんで、4番さんな何占ったんですか僕も把握漏れし,しちゃってますね。ちょっと待ってくださいね。えー、これチャットのログって。やべ、いやまず何の,のログで書いてな,いな4番さんどこ占ったんでしたっけちょっと聞こえてなかったな。 こうやってチャットに書いちゃいけないんですかね、ルール上。ああ、把握漏れだな、完全に。うーん、そうだな、6番に行くっていうよりも、ここは占いローラーの盤面なのかなっていうふうには思ってるんですが、ただ9番が怖いんですよ、接続切れの。だから初日僕、普通に2番が狼だったっていうことに僕は驚いてるんですね。あれ、あの盤面で僕村人だからって言ったから、村人なんだったら、つられ、なんか、 ああ俺犠牲になるよっていう意味の村人ですって書いたのかなって思って <laughs> ああ、こいつなかなかあれだなって思ったんですけど、だからまあこいつ違うのかなって思って、9番的なのあ、違ったのかっていう。うーん、そうだなあ。9番怖えーな。8番の方が僕は新芽が落ちるから8番に行きたいけど、そう。 うん僕的には8番で表を合わせていってほしい。で、6番に5番が、5番が6番いくって言った理由も分かるんだけど、うまあ6番の単純なプレイミスかなっていうふうにも思ってる。ね、僕はリアキョムーブしてるのかもしれないですけど、僕はううう感じてしまってます。覚えたてですね。リアキそれ以上に9番が怖すぎてっていう感じ。以上。8番 のプレイヤーが発言しますやべ,やべえけどこういう人たちを説得していかないんだ 1>, えっと1番さん4番さん6番さんあたり占おうとしてたら、えー、悩んでる間に時間が過ぎて,てしまいましたごめんなさい本当にごめんなさい申し訳ないです九番のプレイヤーが発言します <laughs> <laughs> これなんかわざと言ってさ対抗だから聞こえないっていう作戦に全プレイヤーの発言が終了しました これから投票に移ります。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。メタ人狼。ルールなし人狼。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは。八番、八番の遺言を発表してください。 <laughs> えまあ、僕占い師だったんですけどちょっと僕のちょっと信頼してもらえるような説明ができなかった僕が悪いと思いますで皆さん頑張ってください夜がけけました人狼に気をつけてください。 が明けました。四つりで終わりそうだけどな。昨夜は一名の方が亡くなりました。三番、四番のプレイヤーが発言します。え。どういうこと。三番霊媒師で殺されたん。老人。出てんだ、だの騎士狙うんじゃないですか。人狼って。よくわかんねえの まあ私、また占い師で、えー、っと8番の方が聞いたんで、まあ、多分8番がいもう人狼じゃなくてあれになってたと思うんですよ。狂人でしたっけで、私が今占った結果は、マジ9番が謎すぎるっていう7番の発言があって、確かに思ってたんで、9番占ったんですよ。うん、9番普通の村人人です。<laughs> <laughs> で、こうなった時にどうするかっていうところなんですけど、 まあ、5番、6番がそこでなんかやってるのがちょっともう少し話詳しく聞きたいなっていうのがあってで7番さんの意向は俺結構同じような考え持ってるので,で9番がもう村人っていうのが分かってたので、まあ、入れるのは1かあ、まあ、5、6の話し合いの結果によります5番のプレイヤーが発言しますこれは本当にごめんとしか言いようがないけど3番さん俺タップしたつもりだったマジで本当に。 でも、守りきれなくて生き残っちゃったって。でも、なんでそこで狼が3番食いに行ったのかなって。5番騎士食いに来るのが普通じゃないのかなって思った。まあ、うん。まあ、この状況、9番はいてもいなくてもどっちでもいい。最後に残ったとしても縄にもならないから、まあ、強靭だったとしても別に追放して終わりだよね。だ9番はシカート。うん。まあ、俺が気になってるのは6番ね。うん。うん、6番釣りでいいと思う。でもね、 それにすると四番さん死んでおくことになっちゃうんだよねそれもね正直ね村としては避けたいところ、うん、ここ四釣りでいいと思う四釣って6釣って終わりなのかなって思う三番さん本当にごめんなさい六番のプレイヤーが発言しますえっとですねルールの把握漏れかなと思うんですけど五番さん騎士ですよね、えっと、このゲームは連続で守れません同じ人 だから、それで駆け引きをするっていうゲームなので、3番さんえっ、ー、と、昨日守ってますよね。犠牲者のしなんで。だから、狼は連続で噛むんですよ、3番さんを。連続で守れないから。5番さんは、3番さんを守れないってことですね。はい。で、えっと、5番さん私疑ってらっしゃるんですが、えっと、1番さん、2番さん、どっちかを釣ろうって発言が出てたのは5番さんですよね。 その中で私って2番さんは周りに任せてるのが狼っぽいから2番を釣りますっていうのを私発言したというのを誰か覚えてますかね ?5 番さん特に。で、例の結果で2番さん黒でしたよね。私が狼だったら、えっと、2番さんを、結局は私の投票、私の発言で2番さんを多分釣るって流れになったと思うんですよね。そういうことをしますかねわざわざ。それだったら他の人を、えー、言った方が良くないですか ?7 番さんに触れず、 1>, えー、1番さんまあちょっと触れつつ2番さんにかなり、えー、処刑の誘導をかけたと思うんですけどということですね。でえっとまあそっかまあとりあえず4番さんですね今日は、はい。4番さんを釣って明日話し合いという形ですね。ですかね。はいえー、っと4番さん釣って終わらなかったら。 1> 1番さん7番さん7番さんがもしオオカミだったら5番さんのまあ言ったらちょっと勘違いなんですけどその勘違いにの乗っかっちゃってるのかなと思いますね。7番のプレイヤーが発言します。うわーなんか僕ここまでなんか僕がまあ白置きされてずっとでなんか。 最終的に僕が選べみたいな感じになりそうな空気で、マジで怖いんですよね。で、僕がミスってんのかな <laughs> ミスってるから残されてんのかなっていうい<や>。まあ今の盤面上では普通に神に行くのは3神に行く盤面だろうから、それはわかるんですけど、ここまでなんか周りから疑われないっていうのもなんか不思議な感じなんで、なんか怖えなっていう感じです。僕が決めろっていうことになりすかねない。明日の5番噛まれてって感じでしょ。今日4釣りでしょ その後六6と1の、9がいないから6、1バトルでしょ。九これ4が真かどうか分かんないから、正直。僕は結構普通に偽もあるなって思ってるから、だから9の占い結果っていうのも分かんない。でも9、でもその場合、わかんないな。ないですけどね。噛めないから。<ー> <laughs> ただ、5番が6位って終わりでしょっていうのはちょっと安泰すぎるような気もしなくもない。結構冷静だからですね、6が。なんか最初の1周目は結構黒塗りしに行ったのかなって思った黒塗りしてないですけどね。5番,まあ、5番が騎士だからまあそっか。2> 1、2か、これ。なるほどな。確かに、色塗れないから擦り寄ったっていうことも見れるのかな。うん。いや、9は村人っていうのは4番三目線なんですよね。 まあそれはそうなんですけど僕も完全に信用したわけではないんでうん、あ分かんねえな9番のプレイヤーが発言しますぜひね配信開始ツイートねリツイートのご協力よろしくお願いしますそれか何かあの共有ねぜひお願いします1番のプレイヤーが発言します と、まあ、ちょっと気になってることがあるんですけど、八番さん、最初に誰。占いました。多分九番さん、占いましたよね。八番さん。うん、まあ。自分の記憶が正しければ、まあ。八番さん、九番さんに。白出ししてたんで、まあ、四番さん、九番さん、占ってし。白出しっていうのは、まあ、それ。 言えるんで、普通に分かってることなんで、まあ、すみません、一昨日始めたばっかなんで、考察がまだ <laughs> 曖昧なんですけど、すみません、マジで。結構、新規入ってきてるのね。まあ、自分目線では4番か6番が怪しいですね。まあ、今日はみんな4ずりいくらしいんで、まあ、自分も4ずりいきます。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。若者よ。 確定ボタンあったほうがいいね分、ね、かりづらい投票が終了しました追放されるプレイヤーは4番ゲーム終了終村人陣営の勝利です ああまあ普通の線の、ね、一番さんに言われてハッとしましたそうですよね各種ですよね作ったのはなるほどすいません一枚目はあえて誰も殺さないんだよ、ね、誰が狂人だった見てなかった誰が狂人でしたかちょっと見逃しちゃったんですけど九です接続ギネの九が狂人ですよねはいありがとうございますな,なるほど えっと、先に説明しておきますか、メタっていうのがあるんですけど、メタっていうのはあのゲーム外の話ですね。あのまあ、例えばですけど、まあ、なんかトイレ行ってたとか,なんか、まあ、そういうゲームに関係ない話でトイレ、本当にトイレ行ってたのか行ってないのかみたいな話って面白くないじゃないですか、ゲ人狼ゲームじゃないじゃないですか、まあ。そういうゲームに関係ない話なんですけど、その まあこのゲームのシステムはちょっと悪いところもあるんですけど、役職を買う、買わないみたいな話って、人狼、いや、本当に買ったのか、いや、本当に買ってないみたいなのは、人狼ゲームとしてはふさわしくないんですよねそ。それ、それ、それそ<う>村に入り込んでないってところ言いたいのは、あのー、考察のね、するところがね、ずれちゃうんだよね。あの、オオカミ探しに来てんのか、それを言って紛らわしてんのか、あとから初心者ですっていうのもね、正直ね、このあんま言ってほしくない。 うん、でもそれってそういうシステムなんだからそのシステムに合わせないやつらが悪いんじゃないの違うのかないやまあそうなんだけどまあそうなんだけど何なそこを逆に思ってる人を逆手に思わせるやつがいるってことそうそれもありっすよまあそれも作戦っすよ正直だから何でもありっちゃ何でもありだけどってもしそれが 理解してないんだとしたら理解した理解した上でやってるのはいいと思う。思う存分に。それはもう作戦だから。何でもありだし、正直。だって、黒は他に黒塗りして自分助かる気分だから。それはもう存分にいいと思うんだけど、理解してないでそれをやってるんだったらまずいんじゃんっていう話なんじゃない六万さんが言いたいのは。まあ、例えば理解してないに。うん ように見せかけて実際は理解してる。ありあり。ありあり。全然あり。それは全然あり。結局のところ、こういうのって、昔からやってる人たちがなんかそれ言い出して、それがルールみたいな雰囲気っていうか、その雰囲気が蔓延してるっていう感じだと僕は思ってるんですけど、それが浸透してるし、それでいいのかなっていうふうに思ってるって4番さん。そんな感じのこです。そもそも、メタの由来ってな メタっていうのはあの普通にあの人狼用語でもなんでもないですね。メタっていう言葉がありますね。まあ、とまあ、メタタグとか,か、えっと、っとメタっていう言葉があるんですね、えっと。そう。で、えっと、まあ、役職を買ったとか買わないとかっていうのは、まあなんか多分これ今後ね、多分皆さん、あの人狼、 頑張っていくと思うん、ですけど多分結果的にはそういう発言ってすごい嫌われちゃうので、まあ、積極的にそういう作戦は取らない方がおすすめですね。そう、そこ嫌われるかどうかの話。まあ、別にそれも作戦で勝てばいいんだろうけど、まあ、あんま好まれない、ね。ダメなわけで <laughs> あとはえ、もう一個メタ発言があって、八番さんが占えませんでしたって言ったんですよ。占えません 占えなかったっていうのはもう本物のセリフでしかないじゃないですか。偽物の人がね多分4番さん自身も「いやそんなのありかよ」って多分思ったと思うんですけど、はい、そういうのも一応メタになりますね。まあ確かにあ。お疲れ様でした。まあ、極論言いすぎたらあれなんでまあ分かりました僕もお疲れ様です。